月岡義都月岡義都月岡義都市、1839年4月30日、天保10年3月17日から1892年、明治25年6月9日は、幕末から明治前期にかけて活動した浮世絵師。生は義岡、後に月岡。本名は米次郎。画号は、一先駆け祭義都一開歳義都市、開催玉を売ろう。 祖家庭、古栄、そして最後に大祖義都氏を用いた。川辺教祭、落合義育宇歌川義藤らは、歌川国義に支持した兄弟弟子の関係にあり、特に落合義幾は共作もした皇敵主であった。また、多くの浮世絵師や日本画家と、その他の画家が、義都門家もしくは彼の画系に名を連ねている、皇術。歴史へ。 美人が、役者絵、風俗が、古典が、合戦絵など、多種多様な浮世絵を手掛け、各分野において、独特の画風を見せる絵師である。多数の作品がある中で決して多いとは言えない、点数でありながら、衝撃的な無残絵の描き手としても知られ、ちまみれ、吉利の二つ目でも呼ばれる。浮世絵が需要を失いつつある時代にあって、最も成功した浮世絵師であり、文下からは、 日本画や洋画で活躍する画家を多く輩出した吉都氏は最後の浮世絵師と評価されることもある。昭和時代などは陰酸な場面を好んで描く絵師というイメージが勝って一般的人気、専門家の評価とは別の振るわないところがあったが、その後、画業全般が広く知られるようになるにつれて一般にも再評価される絵師の一人となっている。天保十年三月十七日。 1839年4月30日、江戸新京南大阪町、武蔵国豊島郡新京南大阪町、現、東京都中央区銀座八丁目6番。他説では、武蔵国豊島郡大久保、現、東京都新宿区大久保の唱家ある、吉岡兵部の次男、米次郎として生まれる。後に、京都の画家の家である月岡や、月岡節祭の養子となる、自称の説あり、他に、 父のいとこであった、薬師系煽里三郎の養子となった後、はじめに正月という市場派の絵師についていたが、これでは売れないと見限って、歌川国義に入門したという話もある。海江三年、1850年、12歳で、歌川国義に入門、1849年説あり、武者絵や役者絵などを手掛ける。海江六年、1853年、 15歳の時に、絵本実語共同辞経吉に、吉岡吉都氏の名で、最初の挿絵を描く。同年に死刑発作品、文字元年平家一門懐中をちり図を一先駆け、蔡吉都氏の号で発表。慶応元年、1865年に、祖父の弟である月岡摂斎の画生を継承、中橋に居住した。慶応2年、1866年には、 立花町二丁目に重視、同年十二月から慶応三年、1867年六月にかけて、兄弟子の落合義幾と共作で、英明十八周句を表す。これは、歌舞伎の残酷シーンを集めたもので、吉都市は十八枚のうち半分の十四枚を描く。一連のち生臭い作品の中でも、ことに凄まじいものであった。明治元年、1868年、 先駆け大百戦章を描く。これは、将棋隊と官軍の実際の戦いを、弟子の朝日斎年計と共に取材した後に描いた作品である。続いて、明治2年、1869年頃までに、東金浮予行団などを発表する。この頃、桶町、日吉町に住む。明治3年、1870年頃から、神経衰弱に陥り、 極めて作品数が少なくなる。1872年、明治四年、明治五年、自信作であった、一先駆け随筆のシリーズが、人気かんばしくないことに心を痛め、やがて強度の神経衰弱にかかってしまう。翌1873年、明治六年には立ち直り、新しい、蘇りを意図して、号を、大蔵年に変える。また、従来の浮世絵に飽き足らずに、 菊池要塞の花風や洋風画などを研究し、本格的な画技を伸ばすことに努め、歴史的な事件に取材した作品を多く描いた。1874年、明治7年、六枚つながりの西絵「桜田門を良い大老襲撃を発表。吉井区の新聞西絵に刺激を受け、同年には名誉新聞を開始、1875年、明治8年、 郵便放置新聞西経を開始。これは当時の事件を西経に仕立てたもの。1876年、明治9年、南金六町に住む。1877年、明治10年に西南戦争が勃発し、この戦争を題材とした西経の需要が高まると、吉都市自身が取材に行ったわけではないが、想像で西南戦争などを描いた。 1878年、明治11年には、丸屋町に住んでおり、天皇の事情を描いた、美律必要性が問題になる。1879年、明治12年に、再び南金六町に戻り、さらに、宮永町へ転居しているが、この時期、手伝いに来ていた坂巻夫人の娘、坂巻安氏と出会っている。1882年、明治15年、 英理自由新聞に月給100円の高級で入社するが、1884年、明治17年に自由党に差し絵を描いたことで、英理自由新聞と問題になる。また、読売新聞にも差し絵を描く。1883年、明治16年、根津花屋敷大松郎に描かれている幻太夫との関係も生じるが、別れ、翌1884年、 明治十七年、坂巻康氏と正式に結婚する。1885年、明治十八年、代表作、欧州あだちが、原一つ家の図などによって、東京流行再建期、当時の東京府における、人気番付明治十八年版の、浮世代工部、すなわち、浮世絵師部門で、落合義幾、小林英拓、豊原国力を抑えて筆頭に挙げられ、 明日ともに明治浮世絵会,会の大一人者となる。この頃から縦二枚続くの歴史が物語絵などの旺盛な制作によって新風を起こし、門人も八十名を越していた。この年、浅草スカ町に移る。1886年、明治19年10月、大和新聞社に入社、西木へ、近世人物史を2年継続して掲載する。 1888年、明治21年、近世人物史を20で辞め、西経新聞付録とする。この時期までに200人余りの弟子がいたと言われる。その後、第二本名将喚、第二本史役図へ、新二十四時、風俗三十二章、月百姿、新鮮東西経などを出し、自己の世界を広げて、浮世絵色の脱した作品を作るが、 それに危機を覚えてか、本画家としても活躍し始める。ガツ百姿のシリーズは、吉都市の歴史小事趣味を生かした、明治期の代表作に挙げられる。また、弟子たちを他の画家に送り込んで様々な分野で活躍させた。晩年に当たる1891年、明治24年、ファンタジックで簡易な作品、新型36回戦の完成間近の頃から、 体が酒のために蝕まれていき、再び神経を病んで目も悪くし、かっけも患う。また、現金を盗まれるなど不運が続く。1892年、明治25年、新富座の絵看板を、宇田敏秀を助手にして制作するものの、病状が悪化し、菅も病院に入院する。病床でも、絵筆を取った吉敏は、松川の病院に転じるが、 5月21日に医師に見放されて退院。6月9日、東京市本属藤城町、現東京都墨田区両国の家具、仮の住まいで脳充血のために死亡した、去年54万。しかし、大和新聞では6月10日の記事に、昨年来の精神病の君は解放に向かい、自宅で過療中、他の病気に襲われたとある。吉利の墓は、 新宿区新宿の潜伏寺にある、法名は、大池ケルイン、釈子寺。市古1898年、明治31年には、岡倉天心を中心とする人々によって、向島百貨園内に記念碑、月岡義利市王の碑が建てられた。江戸川乱歩や三島幸夫などの偏愛のために、義利といえば無残へと思われがちであるが、その画業は幅広く、歴史へ、 美人が、風俗が、古典画にわたる。近年はこれら無残絵以外の分野でも、再評価されてきている。師匠、歌川国義譲りの武者絵が特に秀逸である。もともと史上派の画家に、弟子入りしたためか、本人の曰く、史上派の影響を強く受けた、肉筆画も手がけている。彼自身、浮世絵だけを学ぶことを良しとしなかったため、様々な画風を学んでいる。 写生を重要視している。吉都氏の絵には、死の国吉から受け継いだ華麗な色使い、自在な技法が見える。しかし、師匠以上に構図や技法の点で工夫が見られる。動きの瞬間をストップモーションのように止めて見せる技法は、昭和期以降に発展してきた漫画や劇画にも通じるものがあり、劇画の先駆者との表もある。 大日本七略図絵中の日本穂高屋、1883年、明治16年の大番三枚、続く、藤原康政月下老宮大津、千葉市美術館肖像など、吉都には歴史への傑作がある。明治という時代のせいか、彼の描く歴史上の人物は型通りに収まらず、近代の自意識を感じさせるものとなっている。美人が風俗画も手掛けており、 風俗三十二章で、みずみずしい女性たちを描いた。初期の作品、英明十八周句、落合義幾との共作では、血を表現するにあたって、染料に荷皮を混ぜて光らすなどの工夫をしている。この作品は、歌川国吉、一遊祭国吉の高層修練北への馴染、冴えたての内北への技物に触発されて作られた。これは、 芝居小屋の中の血みどろを参考にしている。当時はこのような見せ物が流行っていた。吉都氏は写生を大切にしており、幕末の動乱期には残首された生首を、明治元年、1868年の母親戦争では、戦場のカバネを弟子を連れて写生している。しかし、想像力を駆使して描くこともあり、1885年、明治18年に刊行された。 代表作、欧州あだちが、現一つ家の図など、その一例と言える。せめえ、主に女性を縛った絵で有名な伊藤聖宇は、この絵を見た後、吉藤氏が多くの作品で実践するのと同じく実際に妊婦を吊るして射精したのか気になり、妻の勧めで妊娠中の彼女を吊るして実験したと言う。そうして撮った写真を分析したところ、おかしな点があったため、 モデルを仕立てての写生ではなく、想像によって描かれたという結論に達した。その後、吉利の弟子にこのことを話すと、弟子は、師匠がその写真を見たら、大変喜ぶだろうと答えたという。月に対しては、名前のせいもあって、思い入れがあるようで、月の出てくる作品が多く、月百姿という百枚にも及ぶ連作も手がけている。これは、吉利晩年の傑作とされる。 幽霊画も、幽霊の図、宿場女郎図などを描いており、吉利自身が、女郎の幽霊を見たと言われている。月岡吉利の画家としての活躍は21歳から54歳までの33年間である。晩年の弟子、山中古道の分析では、吉利の作品のテーマは約500ほどであり、同じテーマの作品を複数制作することも多く、中には、 同じテーマで百点もの作品を作った例もある。そのために吉利の生涯での制作作数は一万にも及ぶと見られている。またそれ以外にも、本、雑誌、新聞などの差し絵が無数にあり、多くの浮世絵作家の中でも三代報告や葛飾、北斎に次ぐ多作家であろうとされている。その他作品は多数ある。吉利は弟子に厳しかったが、同時に大変可愛がった。 これからは、洋画の時代だと見越し、何人もの弟子を、洋画家に、弟子入りさせている。そのため、彼の弟子に耐性した人は、少なくない。涙もろい人情家でもあり、三遊亭園長の人情話を聞いてすすり泣いたという、話もある。目は、大きいが怖くない人だと、当時子供であった、かぶらきキヨには思われていた。依頼で、桜総五郎を描くことになった際、 どうもうまくいかないため、モデルとして、弟子を数人がかりで実際に柱に、今締め付けていたところ、来訪した知人が驚いて、助けてやってくれと頼むと、こいつは悪いことをしたので縛り付けていると悪乗りをして、言い返すという逸話があり、ユーモラスな人でもあったようである。賑やかなお祭り好きで、話しか見手でもあった。吉利は、神経衰弱を患っていたことがよく知られているゆえに、 病んでいるようなイメージが一般的にはある。それでも病の床で絵を描き続けた。吉都市の門人には、山中古道、水野利方、稲野利常、宇田利秀、山崎利信、山田年中、金木年慶、荒井薫衆などがおり、水野の門人に、かぶらききよかた、池立てる方など、その他多数がいる。特に、からききよかたは、 子供の頃から吉利氏の家に遊びに来ており、清方から、さらに、美人画の騎手、伊藤新水や新藩画運動を代表する河瀬智江水などが出ている。彼らは、差し絵画家や日本画家として活躍した。また、芥川龍之介、谷崎純一郎、三島由紀夫、江戸川乱歩などの文士たちに愛された。芸術家では、横尾忠則が吉利氏の影響を受けて、画集を発売している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。